マスローチングの高宮です。ここ最近O脚改善のトレーニングを毎日お風呂に入る時とかにやってます。その中で気づいたことがあって、この内ももの筋肉ですね、内ももの筋肉、それからふくらはぎのこのすねの内側のここの筋肉ですね、この内面が非常に筋肉が硬くなってるなということに気づきました。で、逆にこの前ももの筋肉、それから太ももの横の筋肉、そしてこのすねより外側の筋肉ですね、ここは非常によく使われてるなということも気づきました。なぜそれに気づいたかというと、先日紹介したこちらのトレーニングにもありますようにですね、いつもこのつま先とつま先をつけて、で屈伸して、で膝と膝を合わせたままこの屈伸運動を繰り返していくという動きをやってるんですけれども、この屈伸運動をやった時にですね、もうものすごく内転筋に効きます。内転筋に効くので、この中殿筋のところも一緒に効いていきますね。内転筋と中殿筋がまさかこんな簡単な、屈伸運動をしてるだけでこれものすごい効くっていうのはですね、やっぱ普段使えてないからなんですよね。普段使えてないから O 脚の人多分かなり弱いと思います、中殿筋と内転筋。そしてもう一つ、このガニ股、このガニ股になって膝つけて、これも屈伸運動あるんですけれども、これでやっても当然ね、この内転筋中殿筋も効くんですけれど、それ以上にですね、この膝から下の歪みにかなり気づきます。骨も歪んでますね。だから O 脚の人っていうのは骨も歪んでると思うんですけれども、このふくらはぎの筋肉のつき方ですね、内側がやっぱり全然使えてなくて硬くなってて、逆にふくらはぎのすね、の横のところですね、すねの横の筋肉っていうのは普段使いすぎてるんでかなり硬くなってます。だからこの屈伸運動をやってると、骨が歪んでるっていうことにすごく気づきます。それからもう硬くなってる部分ぐーっと伸ばされてるなっていうのがすごくわかります。その中でもう一つ有効だと思ったのが、このつま先とつま先をつけての前屈ですね。こちらはその10分間トレーニングの中でも取り入れてますけれども、これをやることによってこのすねの横側のね、筋肉がぐーっと伸ばされます。もちろんふくらはぎも伸ばされるんですけど、このすねの横側がいつも使いすぎてるところがね、ぐーっと伸ばされるんで、これはすごく有効だと思います。まとめると O 脚の人っていうのはこの外側ですね、足の外側、こっちの筋肉ばっかり使ってます。で、この内側の筋肉全然使えてません。ですので、この内側の筋肉に関しては、鍛えていくことが大事です。そして外側使いすぎてますので、外側はしっかりストレッチさせてあげることが重要です。で、結局じゃあ O 脚の人は何をしたらいいかというと、先ほどこちらにテロップ出してましたが、10分間のトレーニングを毎日してたら、当然この屈伸の動きとかも全部入れてます。ですので、もうあれをやって、それでちゃんとつけるべき部分に筋肉をつけて、ほぐすべき部分をほぐしてとやってたら、だんだん大きくマシになってきます。10分時間をとってやるのがちょっと面倒だなっていう人はお風呂場でやってもらっても構いません。僕も実際ね、シャワー浴びながらやってることが多いです。唯一ね、こういう足をめっちゃ伸ばして面積を取るような運動とか、ちょっと不安定なね、こういう動きとかはお風呂でやってるとこけると思うんで、それだけは普通のこの部屋の中でやって、この屈伸運動系はね、全然お風呂の中でやった方がいいと思います。暇な時間を大きく改善に当てて、どんどん美脚になっていきましょう。そして高評価ボタンもよろしくお願いします。以上です。